プロムナード・プランテ地図プロムナード・プランテまたはクレベルトルネ・デュモンはパリ12区にあるバスティーユ広場からパリ12区の区役所経由でブルバールペリフェリックにつながる緑地であるプロムナード・プランテはバスティーユ広場から12区の区役所を通ってブルバールペリフェリックのポルトズ・モントン・ポワーブルまで行く現在のオペラ・バスティーユの位置にあったかつての バスティーユ駅とラバレンヌサンモールを結ぶ番線ンンヌ線の古い鉄道路線のルートを4.7キロ進む。4つの庭園があり、庭園の総面積は3.3ヘクタールである。プロムナードのうち、ディアゴナル通りからルイ・ポールペルナン庭園までは芸術の高架橋である。次に、大通りと平行にルイ・リン駅まで地上を進み、隣接する通りの下にある。 古い SNCF の掘割を通って、シャルルペキー広場とポルトデュモントンポワーブルに達する。このプロムナードは1993年に完成した。ランドスケープデザイナーのジャック・バージリーと建築家のフィリップ・マシューによって作られ、歩行者とサイクリストの両方がグランドレベルで楽しむことができる庭園を提供している。パセオの上部には近代的な建物に囲まれたセクションや、 より開放的なセクションがある。ありがとうございます。